はい、皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。宮城県で弓を引いている46歳のおっさんです。皆様お元気でしたか？今日の、この動画を撮影した、日にちはですね、11月14日日曜日の夕方です。実はこの日は、日中ですね、日中に演劇大会というものがありまして、その演劇大会に出場して、結果ね、残念だったんですけれども、演劇競技やられたことは分かっているとは思うんですけれども、真ん中のね、黄色いところに、2本入れることができたので、今回はそれでよしということにしましょう。それでね、その後に、いつもの弓道場に来てね、百射練習をしたわけでございますよ。で、やっぱりね、演劇をした後っていうのは、どうしてもその影響っていうものが出ますので、どうしてもね、矢がこう上つるっていうんですかね、矢どころがどうも12時とかね、11時とか1時とか、そういった ところにね、飛びがちなんですよね。でも初めて演劇やられて金的に戻られた方とか、多分ものすごく経験あると思うんですけれども、弓道場のね、的前にこう幕、垂れ幕っていうんですかね、ああいうのついてらっしゃるじゃないですか。でそれにね、ボーンと間違ってね、当ててしまって、こう呆然としちゃうね、こうボーっとね私はね、あれはね、仕方ないことだと思います。あれはね、演劇を初めてやった人が金的に戻ってきた時の洗礼行事だと思ってくださればいいと思います、ね、自分はどうしちゃったんだろうなんてね、考えることあると思うんですけれども、大丈夫です、安心してください。時期にね、良くなっていきますから。で何回もね、繰り返してるうちに、演劇はこう、金的はこうだよみたいな感じでね、自分の頭の中がこう自動的に切り替わるような、そんな感じになってくれると思います。なかなかね、ちょっと戻るのに時間がかかる方もいらっしゃるようなんですけれども、一番大事なのは、その自分を信じることをやめてしまうということは非常に危険ですのでね、それだけは肝に置いていただいて、いつも通り、いつも通りっていう感じでですね、自分を奮い立たせるようにして練習に励まれてみたらいかがかなと思います。今日ですね、ここに来るまでに、演劇の方でね、試合の方は12社で、だったんですけれども、その前にね、6社程度、練習仕込みしてもいいよなって話だったんで、6社やらせていただいたんですけども、あと一歩、的までね、点数、いい点数範囲内に届かなかったりとか、そんなことがございまして、今日はダメなんじゃないかななんてね、最初に思っちゃって、やっぱり最初の、試合の立ち組ですね、1回目入った時ダメでした本当にね、先入観っていうのは弓道にとっては大敵だなと、多分皆様方も多分経験あるんじゃないかなと思います。毎日毎日こういろんな練習をして、で演劇なんかもね、しっかり練習して臨まれてる時の、感覚と、そうでない時の感覚っていうのは絶対的な違いがありますので、練習やっぱりしてる人の方が当たりますよでね、練習しなくてもよく当たる方っていらっしゃいますでしょう、ね、ああいう風になりたいなって私なんかも思うんですけれども、そのなんて言うんでしょうね、やっぱ天才さんっていう人は本当にいらっしゃってね、あんまり練習しなくてもポコポコ当たるとね、
ってなかなかしゃもいいなんていう人もいらっしゃると思うんですよ、ね、ただそういう人とは別に、こう私みたいに練習しないで臨めばダメだなんていう人も結構いらっしゃって、それが普通ですからね。自分はなんかダメなんじゃないかななんて思わないでくださいね。皆さん頑張っていきましょうよ、一緒に。いやですね、今日のシャワーを見てるとやっぱり炎滴の後だからなんでしょうね。どうもこう力が入ってね、最後離れの瞬間に緩んじゃうみたいなね、こう体の、中心から割ってっていう感じには見えないですね。どうしても今日は炎滴で、まあメテをね勢いよくちょっと水平とは違う方向にねメテをこう切るというね作業があったので、どうしてもその癖がね抜けきれない感じで、ユンデが遠慮しちゃってる感じに見えます。まあ今日はね一応100社引くぞって来たんですよ。で道場ね来たらね真っ暗で誰もいなかったんですよ。そこでね動画と思ったんですけれども、まあその後ね結構バタバタと人が来まして、途中車上カメラの方ですね、今映ってるその車上の方のカメラは一旦撤去してね、やっぱりねよその弓引きにね迷惑かけちゃいけませんのでね、でやっぱりみんな仲良くね場所を取り合わないようにねやらせていただいております。まあその代わりね社長の方は観覧席の方、あ社長じゃないごめんなさいね、的前のカメラの方は観覧席の方に設置しておりまして、まあ、そこから軽く望遠かけてねでトリミングをしながら編集しております。まあ途中ね車じゃなくてもうバカバカこう的に矢が入っていったりね、バカバカこうズガズガ抜いてったりとかね、まあそういう動画が流れますので、まあ、その辺はご割愛で皆さん笑って許してください。でですね毎日練習しておりまして、今日はまず前から言ってたんですけれども、鳥弓の姿勢の時ですね、ここの時につがいた矢の水平線ですよ ね、でここの方を重点的に毎日癖になるようにね、もう何も考えないでもその方にそのようになるように頑張って練習してます。でやっとこなんですけれどもね、まあサマーになってきたかなっていう感じですね。やっぱりね見るとこ見るとちょっとねこう揺れてたりとか、やっぱりあるんですけれどもね、でもやっぱりそういう作業の一つ一つの積み重ね、そういうものがあって、だんだんその自分のこの生きた動きっていうんですかね、弓道的に言えば生きた動き、僕から言わせると生きた動きというよりはもういい癖を体につけていくっていう、そんな感覚で練習をやってます。やっぱりね同じことを何回も繰り返すこの反復練習っていうのはものすごく大事で、まあ、逆にね変な癖をつけてしまうっていうこともあるんですけれども、やっぱりその継続は力なりっていう部分ですよ、とりあえずそこの部分は本当だなっていうのを身に染みて感じている毎日でございます。やっぱりね弓道を始められて、そうですね、日が浅かったりしますとどうしても弓って当てたいとかやっぱりそっちの方の関心が強くなっちゃうと思うんですけれども、やっぱりその時にあまりにもね形が良くなかったりとか、あからさまにこう当てに行ったりするとやっぱりなんて言うでしょうね、見苦しいっていう感じでね敬遠されてしまう人もいらっしゃるんですよ、ね、だからそういう者にねできるだけならないようにというか、まあ的中を取りながらでも
車系はある程度は修正可能ですよという感じのところもありますので、よくね始められた方のに至ってはですよ、先生ついてる先生のねお話をよく聞いて、で自分に足りない部分は修正していったらいいんじゃないかなと思います。私なんかもね結構、ユンデのね肩が上がってみたりで離れてねどうしてもこうユンデメテの伸び合いがうまく取れないでね、ここ見苦しい離れになっちゃったりとかで、今日どうしたなんてね言われる時は多々ありまして、まあその時もね、いやーなんてねお見苦しい限りですっていう感じで、まあよろしくやってるわけでございますよ。ただねそれでねダメだなっていう感覚が常にあればいいと思いますよ。いや、よしって、それでよしっていう風にしてしまわなければ大丈夫だと思います。あとはね、練習をね、こうやって時間見つけてやることで、弓をね、楽しむことですね。今日調子悪かったなとか、そういうものばっかり見るんじゃなくて、あ、今日はね、いつもはね10射しかできないのに今日12射もできたよって言ったら、もう2本も多く引けたわけじゃないですかね。でちょっとこう5分ぐらい早く行って、ちょっとこう着替えとかも早くしてね、今日また1本多く引けたってなって、でそれがねどんどんこう積み重なっていって、その時間の上手な作り方とかね、あと効率のいいね練習の仕方とか、そういったものを自分で考えていけるってものすごくその素敵なことだと思うんですね。で、まあ弓道に限らずね、やっぱりそういうことをしてらっしゃる方ってやっぱり工夫があってね、頭を使ってよりこうポジティブに、そしてストイックに、そして自分の実力を伸ばせる人なんじゃないかなと思います。あれ、こんな偉そうなこと言っていいのかな俺まあそうですね、私なんかもどうなんでしょう、まあ国体選手とかね、そういう海の県のね代表選手になりたいなんて思いながら練習はしてますけれども、果たしてね自分がそれに値する人間なのかなっていう、やっぱりそういう気持ちは常に持ち合わせていまして、せめてね、じゃあそういう目指すんだったら、じゃあそれなりのね努力と練習量を重ねて、それから挑もうと、ね、周りからすればこれはそれがなんだっていう話なんですけれども、でもそれでもいいじゃないですか、ね、それでも選ばれなくたって、また次その今回選ばれたメンバーを参考にしてね、あ、今度はあれぐらい当たってね、しかもあれぐらい射程が綺麗でって、なるほどってね。そしたらなんかこう自分の中でこう定義っていうんですかね、こう目標っていうんですかね、それをこう決めることができるじゃないですか。で、その目標に向かってね、毎日努力してる人って多分僕は素敵だなって、素晴らしいなと思いますね。早く自分もそういう人間になりたいですね。今まだ自分のことで精一杯でね、道場に来てももう弓を引き始めたら自分のことってね、どうしてもそうなりがちなんで、もうちょっとね、周りのね、こうちょっとここ指導してほしいなとかっていう人もたまにいらっしゃるんですよ、うん、でやっぱりそういう人のね、お話をね聞いたり、あと僕の射こういうにしたらもっとかっこいいんじゃないのって言ってくださる先生もたくさんいらっしゃるから、もっともっとそういう意見をねどんどん取り入れて、まあできることから一つ一つやっていけたらいいなと思います。
もし弓手のことに関してですね、私こうなっちゃうんだけれども、こういう風に弾きたいのにできないんですとか、あとここの辺がうまくいかなくてこの辺のやり方ってどうやってるのとか、そういったご質問とかあれば、ぜひコメント欄の方に、お寄せください。後々の動画の作成の参考にさせていただきますし、質問には素直に自分の目線でですけれども、こんな感じで弾かれたらいいんじゃないかなっていう、僕の意見を、述べさせていただけるかなと思います。自分で弓を弾いてる時も何て言うんでしょうね、こう弓って道具を引っ張ってるって矢を放ってるっていう、最初はそういう感覚なんですけれども、どうも弾いてるうちにですね、こう弓ってなんか体操してるような感じですよね。何言ってるかちょっと分かんないと思うんですけども、こう体を動かす運動をしているという感覚に、入る時がありまして、要はね、肩の、開き方っていうんですかね、動かし方、使い方とか、あと背筋を伸ばした時と猫座になってる時の差の違いとか、なんかそういうのがたまに見えてくるっていうんですかね。でそれが離れの瞬間だったり、宿ころに影響してるっていうこともなんか薄々感じてきたりしております。ですので弓道を練習される、弓を練習される場合、体調が優れない日に無理してね、練習されることはあまりいい結果を生まないかもしれません。ただね、ストレスをね、こういう練習することによってストレスを解消できるっていうんであれば、それは心の健康のためにぜひやってね、満足して、今日頑張ったなっていう感じでお家帰られてね、一杯プシュッとやりながらですねそうやってね、毎日を平穏に平和に満足した充実した生活を過ごされるっていうのはすごくいいことだと思います。弓の上手になるっていうのはやっぱりこう時間がかかるもんだと思ってます。やっぱり私もね、一つ直すのにももう下手をすると1週間も2週間もかけて一つの動作を直していくっていうか身につけていくっていう感じなんですね。多分直していくというよりはそういう動作を身につけるっていう感覚の方が正しいと思います。やっぱりね、長年よくあるじゃないですか、こう大敗とかも昔はこうだったんだけど今はこうだよとかあれでしょ、ございますでしょ。でその時に指導されたように直すわけなんですけれども、やっぱりこう身についてしまった動きっていうのはなかなか抜けなくて、でなんか無意識でやってる部分ってすごく多いんですよね。だからその修正する時だけ、そこだけ集中してね、意識的に、やってで身につくまでやっぱり1週間ぐらいはかかるのかな。私なんかまだこうやって毎日、ほぼ毎日ですよね、数かけて練習するんでこう早いような気がするんですけれども、それでもね、見ていただいて、今までのね動画を見ていただいたら分かるように、ちょっと気抜くとすぐ前の動作に戻ってしまっているところもありますので、やっぱりこれをね一つ一つ得得していくっていうのは本当に難しいことなんじゃないかなと思います。皆さんね、弓をねされてる時にいろんなことを考えてると思うんですけれども、例えば会の時に、何考えてるのとか私もよく聞かれることがあるんですけれども、そうですね、会の最中って
頭の中でやってることっていうのは、間違いなくね、私の場合はですよ、回の秒数を数えたりとか、なんて言うんだろうな、なんかこう、ここを狙ってとかっていう感覚ではないんですよ。もうとにかくね、ユンデの、押し負けないようにとか、で、メテですよね、買って、ちょっと引っ張ってる方の、まあ、手に力入ってないようにとか、肩根が潰れてね、こう、引き尺がどん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 狭まってきてるっていう、要は縮んできてるっていう状態じゃないようにとか、とにかくそれに頑張ると。打ち勝つように頑張ると。うん。で、打ち勝てない時っていうのは、もう背筋がね、猫背になってて、しっかりその体を、引き寄せられないっていうかね、弓を引き寄せられない、割って入れないっていう状況がある時が多くて、で、まあ、それをね、どうにかしようってその日のうち考えて、一生懸命頑張るんですけど、まあ、うまくいかない時の方が多いですよね。それでね、こう、がっかりしながら、次の日ね、また練習しに来たりすると、あれ不思議。昨日まで悩んでたのが、今どっか行っちゃったりね。本当に、そういうのを何度も経験してまして。だから、体の調子、体のバイオリズムっていうんでしょうかね。その、私生活、その日の、生活を見直してみてね。今日は、デスクワークが多かったんで、ちょっとね、こう背筋が猫背になってて、もうこう顎がこう少し前に出てね、ちょっとちょっとやや背虫男みたいなね、あんな体勢になってる時は、まあ、いい弓引けなかったりするんで、それこそ柔軟体操とかね、ストレッチとか、まあそういったもの、それか、まあ、日々の生活の中でそういった固まらないような努力っていうのがいるのかなと。まあそこまでするようになると、まあほとんどあれですよね、本当プロ級セミプロですよね。でも本当にね、頑張って弓に取り組まれてる方は、もしかするとそれぐらいのことをやってらっしゃる人もいるかもしれませんね。まあ若い人たちは体が柔らかいので、多少ね、変な姿勢というかね、悪い姿勢をとっていても、こう弓やるときはシャンとなるわけじゃないですか、我々とはちょっと違いますからね。やっぱ柔軟性がありますんで、やっぱりね、若い衆は弓道の練習をされるときは、こう背筋をピーンとね、できるだけピーンと、まあ個人差はありますけれども、いい姿勢っていうのを保っていただいて、ね、できるだけ胴作りとかね、足踏みなんかはこう広めに取ってもらったりしてね、こうドスンと構えて、堂々とでかく弓を引いていただければいいのかなと思います。まあ高校生とかね、中学生の弓見てるとね、本当に元気いっぱいでね、なんか見てると本当、まあね、ニヤニヤしてると変なおじさんになっちゃうんですけどね。まあもともと変なおじさんなんですけど。でもまあこう見てるとね、すごく懐かしい感じがしますよね。ああ、僕もこんな時あったんだなーって。でもね、今となってはね、もう若くないのでね、体が。やっぱ見ててね、羨ましいなーと思う時ありますよ。まあもうね、私もうまあ46になったんで、ね、まあほぼほぼいぶし銀な感じですよね。まあ自分のね、体硬いながらも、自分のできる範囲のことを一生懸命やってね、で矢数をかけることによって、一応弓引きの体みたいなものになっていくのかな。そうあってほしいなと思う今日この頃でございます。今週末ではないんですね、今度の、祝日ですか、23日の日に、今度ね、団体戦の金的の、
仙台市の区の大会があるんですよ、対抗試合がね。でそれで自分でよしやったぜと思って名前書いた先がもう大前で、私学生の頃ずっと大前で頑張ってたんですけれども、大前って意外と大敗とかですね、その社長に入る時の所作とか慣れてないからやっぱ難しいんですよね、でもまあそういうのもね、お勉強がてらにね、やってみて、とりあえずやってみていろいろ覚えていって、でもし良ければね、試合でいい結果残せたらなって思います。まあその前にね、うまく試合の雰囲気に飲まれないようにね、自分の実力が出せればいいなと、ね、そこを目指してですね、普段の練習もちょっとこう緊張してですね、試合の雰囲気などを作ってみたいね、まあ、たまに試合に出るメンバーでちょっとした4人立ちなり3人立ちなりでね、四ツ谷で立ち組みしてちょっと練習してみないかと、だそういうのもありなんじゃないかなと思います。なかなか社会人になると高校生とかね、中学生で大学生の時みたいにこう強者っていうものに触れ合う機会ってあんまりないんですよ、ね、でどっちかっていうとね、一手で立ち組みを組ませていただいて、まあ、真剣にね、早音屋と業者をして、で入隊場までしっかりやってっていう稽古はあるんだと思うんですけれども、こう試合形式の、試合の間っていうんですかね、審査の間ではなくて競技の間っていうので、四ツ谷を、メインとした練習をするっていう機会はあんまりないです。まあ僕の周りだけかもしれないんですけれども、ですので試合の練習っていうのはあんまり、される場合がないような気がしますので、多分おそらく自分が望んでね、あと周りの、友達なり仲間なりにお願いをして、で一緒にやらせていただくっていう感じがほとんどだと思います。この辺あたりがね、学生と社会人の、違いなのかなっていう感じはしますね。まあ学生諸君はね、試合等々があって、それを目標にされて一生懸命ね、それに向かってみんなこうチーム一丸となってね、取り組みするっていうのは本当に誠に美しくて、まあ僕もね、間近で見る機会もありますし、そうでない場合もありますけれども、本当にね、よくやってるなって、頑張ってるなって思います。じゃあ社会人はどうなのっていうと、社会人になるとやっぱり試合とかね、いうよりもやっぱり審査とかね、で毎日のその生活のライフスタイルとしてのその弓への取り組み、弓道っていう感じになるんで。ちょっとやっぱり学生の方とはちょっとこう取り組み方とか感覚とかも違うのかなと思います。まあでも社会人だから全員そうかっていうとそうでもなくて、私みたいにね、やっぱガチャ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 弓を引いてる人もいらっしゃるし、自分のペースでマイペースでね、まあ楽しみというかたしなみという感じで弓道を楽しまれている方もいらっしゃいます。でどちらがいいのっていうのはありません、ね、楽しみ方がそれぞれいろいろあるんでございますよ、ね、だからそこはみんなね、しっかり分かっていただいて、まあ、一般のね弓道場に来られる時なんかも一応周りの空気読んでいただいてね、あここではこんな感じなんだなって言ったら、まあ、それにね従うような感じで仲良くね、笑いながら、笑いながらって道場でゲラゲラ笑っちゃダメですよ俺もゲラゲラ笑ってしまいそうですけどね。でも一重にね、やっぱ弓道場に入って練習するときは真剣にね、やっぱりちゃんと真剣にやらないと、集中してやらないと下手すとね事故ったりしますからね。ね、
ダメですよ、ふざけてね、指を引いてはいけません。ダメですよ、ダメ絶対。やっぱりね、まとまえて矢飛ばしてますんで、過去にもね、重大な事故とかやっぱり起きてますからね。で、キュートの場合は的前に立って矢を放つ場合もあれば、もっと危ないなっていう場面もございますよね。例えば巻きガラスなんか、あれは室内で弓をぶっ放してるわけですから、やっぱりこう放ったね、目手が人の顔にドーンとね、こうね、裏剣みたいにドーンと当たっちゃったりとかね、それはもう鼻血ぶうぐらいで済めばいいですけどね。当たりどころによってはね、相手が倒れちゃって頭打っちゃったなって言ったら大変ですからね。周りにね、よく気を配って、安全にね、練習されることをお勧めします。ね、自分だけじゃなくて、やっぱり周りの人にも迷惑がかからないように一応気を配って練習されていると、いい関係を、人間関係をね、気づけるんじゃないかなと思います。さあ、動画の方も、今回ね、どうしてもやっぱり長くなってしまったんですよ。本当はね、20分程度でなんとかならないかなと思ったんですけれども、やっぱね、なかなか難しいですね。的に向かってね、パン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 って動画をね、あれをかなりあれで省略したんですけれども、なかなか全部が全部ね、それをやるわけにもいかずね、やっぱ間のね、所作とかも、僕こんなにできるようになったよっていう、こう象徴ですよね。それとね、あと僕がこうやって動画を、出してるわけなんですけれども、なんでこんなことしてんのっていうと、まあ面白いからっていうのもあるんですけども、結局自分の弓道、俺の弓道っていうものの表現なんですよ。で、弓はどこまで行ってもね、表現だっていう気持ちが自分にはあって、なんなんでしょうね、アーティストって言ったらなんかおかしいですけどね、やっぱり弓も僕はなんとなくこう芸術、美学っていうか、そういうものにつながると思って、頑張ってやってます。感覚が違う人はいらっしゃると思いますけど、それでもいいと思います。いろんな感覚があってみんな回ってるわけですからね。さあ、もう最後の四つ矢なんですけども、これどうしても力んでしまってね、力んでるというか、もう疲れ果てて一生懸命やってるんだけどダメっていう感じですかね。最後のこれが百射目になります。このね、百射目はね、もうなんとかもう頑張ろうと、じゃあもうここで一旦ね、力を脱力して、よし、えいって引きました。さあ、当たるかな。まあ当たるんですけどね、結果は知ってるんですけれどもね、もうこの後当たって、はあよかったなっていう気持ちと同時に、疲労感がどっぷり伝わってきましたとさ。ここまでご視聴大変ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。もしよければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では今回はこれでおしまいです。では次回まで皆さんお元気で、じゃあねー。